はいどうも、マサシムチャンネルです。今日はですね、皆さんタイトル画面からねお送りしてたら、てっきりアップデート来たんじゃないかと思う人いるかもしれないんですけど、違います。ね、ちょっと文字を見てもらったらわかると思うんですけど、こちら中国版の作シミなんですよ。で、なんでこの作シミの中国版をね今俺がやってるかっていうと、公式のツイッターで、どうやらこれって中国向けに独自の変更追加を行っています、これは正式に許諾したものなので問題ありませんって書いてたんで、あ、これ正式なやつなんだと思って、ちょっとなんか中国版のどんな感じなのかなと思ってちょっと気になったんで、今から実際に触っていこうかなと思います。ね、これ実際なんかダウンロードしたいなと思う人いるかもしんないんで、一応先に言っときますけど、俺はあくまでもこれはね進めるわけじゃないです。この中国版のアプリを進めるわけじゃないんですけど、一応落とすところとしては、この233、これなんて書いてるかねちょっとわかんないんですけど、このサイトっていうかね、ここから、桜スクールシミュレーターの中国版がねダウンロードできるんで、気になる人はこちらの方をね自分で調べてみてください。で、実はねあらかじめちょっとねざーっと見ときました。で、これ京香ちゃんとね俺を設定してるんですけど、こうやってねロックが当たり前ですけど最初なんでね同じようにかかってます。で、一通り見たけど、ほぼほぼ一緒。このね、大体アップデートのさ順番ってこの一番下のやつが新しいやつやん。なんで一番下のやつを見る限り、服装とかねそういうのもほとんどなんか一緒みたいです。で、何が違うかったっていうと、俺ねちょっとびっくりしたんですけど、この装飾品の一番下、皆さん見てください。これはい、この33番、なんと中国版をねこううさ耳あるんですよ。いや、これさちょっと日本版なくね、これ日本版ないよね。これそうなんです、うさ耳ちゃんあって、そう京香ちゃんちょっと似合うかなと思ってちょっと京香ちゃん用意したんですけど、これちょっとね日本版にも欲しいですよね。で、あともう一つはこれ、この尻尾のやつ、この4番目のやつ、これ見てポチ、いやこれこんなのないよな日本版。てかこれ何、これなんすか、これこれちょっと何かわかんないんですけど、これなんかねちょっとした可愛いね丸い尻尾、これもねちょっと日本版ないんで欲しいですね。他はね特にはね変わったところはなかったんですけど、このね服装のなんかね一番上のねこのロックかかってる下のやつとはまた違うこのロックかかってるやつあるんですけど、これちょっと押したらなんかねこうやってほらなんか身分証明とかねそういうのも提出しないといけなかったみたいなんで、ちょっとね中国向けのやつなんで僕も何書いてるか分かんなかったんでちょっと触らなかったんですけど、ちょっとねこの辺が気になるかなってぐらいですかね。はい、ちょっと実際にじゃあこの中国版作シミの、桜町に遊びに行きたいと思います。ちょっと京香ちゃん連れて行こうか。やばい、これちょっと何書いてるか分かんない。これか、あれどれだっけ、これかってつなぐのいや本当にね当たり前ですけどね、これ全部ねほらもうね何書いてるか分かんないんですよ。なのでいつもの感覚でちょっとやっていこうかなと思います。って言っても多分そんなにね中は変わってないと思うんですよね。なんか書いてることとかもしかしたら変わってるかなと思って、ちょっとその辺見たいなと思います。ほら例えばちょっとね、ほらやっぱりこうやってメニュー表とかもね向こうの文字になってますね。ちょっとじゃあ料理とかも見てみますか、どんな感じなの。あー、やっぱり向こうの文字になってる。でも多分内容は一緒っぽいな。下のこれ一番下のやつが多分アップルパイだった、同じ。はい、あ、やっぱ一緒一緒、この辺は一緒っぽいな。追加されてるのはどうやらこのうさ耳となんかよくわからないこの尻尾、この丸い尻尾ぐらいなのかな。え、ちょっと待って、え、さカフェのさこの店員さんってこんな色だった、え、違うやんな、こんな服のこんななんかカラフルな色だったっけ、違うよな絶対。交番はどうなってるんだろう。交番もそんな変わってなそうだな。伊予さんも伊予さんのままだな。あ、ここの文字とかやっぱり変わってますね。英語の授業も普通に訳が日本語訳になってるけど、やっぱ日本食といえばお寿司なんでちょっとお寿司行ってみるか。
まあ、多分ねそんな変わってなさそうな気はするけど一応特上場並み、あこれ一番下のやつなんだ、おまかせみたいなやつだっけ、ちょっとこれにするか、これにしよう、多分変わってないと思う。あはねわさび盛りね、まあまあまあ文字はもちろん違うけどまあまあ全然変わってなさそうかな。あはは相変わらずだわ。まあ一通りちょっと見たんですけど特にねあの文字とか以外はまあ特段変わりはなかったかなって感じでしたね。でもあのこの小道具がねどうやらちょっとわかんないですけど俺のこのねあの中国版のやつではこれ注目リストとかがねこうやって出てこないんですよね。はい、ってなわけで、日本版の、いつも通りの佐久島の桜町に戻ってきました。やっぱりねなんか安心感あるわなんか日本語書いてるだけですごい安心感あるでね、まあ、ちょっと、時間余ったんでせっかくなんで小ネタバグやっていきたいと思います。今日のお相手はですね、まあ、昨日動画で登場したランコちゃんを連れていきたいと思います。まず一つ目はですねこれ結構来てたんですよね。ねまず和牛レストランの方行きます。でこっちの湖のレストランの駐車場にどうやらアヒルの乗り物あるらしいんですよ。あもう見えたなほらなんでここにアヒルの乗り物あるの。これねあのマジであの俺が置いたやつじゃないんでねみんなあのマジマジほら小道具見てもらったら分かると思うんですけどあの置いてないんですよ。これ普通にデフォルトで置かれてるやつなんですよね。これなんで置いてるんだろうね。なんかちょっと無駄に乗ってみるか。特に多分代わりはないと思うんですけど。いやていうかこれどうやって掃除してんだよ。もう前見えてねえだろこれ。いや本当にさ俺さまあ動画でもやってるけどこれ絶対こうなんか湖とかね渡れんのかなって思ってたんだけどね全然渡れないんすよねこんな感じで。ていうかもうもう埋もれちゃったよなんだったら。はい次なんですけど小道具からあの車出せるようになったじゃないですか。まあどれでもいいや、分かりやすい。じゃあこのミニバンにするか。でこの出した車をガラスにします。ガラス、うん、透明にするって書いてたから多分ガラスのことだと思う。材質をこのガラスにします。そしたらねまあこんな感じで中が透明になるんですよね。でこれでまあ乗ってみるとなんかキャラクターたちがねちょっと面白いところに乗ってるらしいんでちょっとそれを見てみたいなと思います。じゃあ行きますよ。せーのポチッと。はい、あちょっとねカメラアングル変えますね。うん？いやあのさあのランコちゃんとあとこうリュウジとメガネかあのねこう思いっきりあのすごい下に床に乗ってますね。これ床にこれ絶対あれでしょ痛いでしょお尻。これシートないのシート。はいじゃあ次なんですけどあのね学校に行く生徒たちをついてこさせてあの自転車に乗ってからバイバイするとちょっと面白いらしいんでちょっとあの今ねちょうどこれタイトル画面から始めて今これ、あちょうどいますね。あの今からね学校に向かう生徒たちがいるんですけれどじゃあまずちょっと捕まえてみよう。捕まえてもう一人ぐらい捕まえとくか。じゃあ小道具からですね、自転車を用意しましょう。じゃあ自転車を3つ用意してじゃあまずは、この2人を自転車に乗せましょう。はいで乗ったと。ちょっとなんかいい感じにバグってるけどまあいいやこれでバイバイを、押してみましょう。じゃあバイバイ。はいバイバイしたと。はい1人、おちょっともう1人バイバイ。はいっていうかすごい自転車乗ったまま学校行くんや。知らなかった。ちょっと追いかけてみよう。どうなるんだろう。ちょっと待ってちょっと待ってそれはダメでしょ。ちょっと気を取り直してもう一回やるわ今度はねもう車をウグにしといたちゃんと。あこれ陽平くんかな。じゃあ陽平くんもよし。ちょっともう一回やります。じゃあ行くよ。はいバイバイ押してと。で陽平くんもバイバイ押してと。よしじゃあついていこう。うわどうなるんだろう。いやこれ俺知らなかったな。ちょっとなんか先にもう行っちゃってるから行こう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 。はつきちゃんが先に行ってる。どうなるんだろうマジで。ちょっと待ってそれやばいって。ちょっとあの陽平くん、陽平くん大丈夫それ。陽平くん大丈夫。痛くないそれ。どうなんのそれ。ちょっと陽平くん見よう。じゃあ
あっち行ってどうなるんだろう。消えんのかな。あ、消えた。なんだったら分裂したけど分裂したけど大丈夫そう。あれちょっと待って、また戻ってきた。あれちょっと、あずきちゃん、あずきちゃんちょっと、え、どこ行くの。ちょっとこれ見届けよう。どこ行くんだろう。あ、消えた。あれようやく普通に乗ってんぞ。え、どういうこと。もうわけわかんないことになってるやん。もうこれわけわかんないぞ。どうすんの洋平くん、そっから。え、そこ、え、そのまま行くの。そのまま教室にインしちゃうの。そのまま授業受けちゃうの。めちゃめちゃゆったり漕ぐやん自転車。めちゃめちゃゆっくり漕ぐ。歩いてる人の方が早いんじゃないかっていう。さあ、着きましたけども、さあここからどうする。ここはどうする洋平くん、どうすんの。あれ、動かない動かない、動かなくなっちゃった。いや、そんなさ、あのキリッとした顔で見られてもポーズがね、洋平くんめっちゃダサいよ。ちょっとじゃあ試しに時間を進めてみますか。さあどうする。もう先生来ちゃう。あ、あ、わ、すごい。え、あ、もう戻ったけど自転車のハンドル持ったまま。いや、リュウジ、お前自転車のカゴ絶対邪魔やろ、それ書かれへんやろノート。はい、というわけでね、今回このぐらいにしときたいと思います。いや、まさかね、中国版の作趣味をやる時が来るなんて思わなかったですけれど、あっちのね、なんか小道具とかもさ、なんかこれから発展していったらちょっとどんなのあるか見てみたいよね。すごい、あの、楽しみになりました。もちろん日本の作趣味もね、盛り上げていけるように今後とも頑張っていきたいなと思います。それじゃあ皆さん、次の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。